セーバーツラフ大聖堂生産未一体柱オロモーツは、チェコの都市。モラビア地方の中部に属するチェコ第5の都市。2020年現在の人口は10万663人。ドイツ語ではオルミュッツ。オロモーツは上、モラビア低地のハナー地方の中心都市でもあり、また、モラビアのローマカトリック教会の中心地でもある。ロマネスク様式。 ゴシック様式の教会や市役所が立ち、記念物保護指定都市に定められている。オロモーツは、首都プラハに次いで文化財を保有する都市であり、町の中心部にあるオロモーツの生産密体柱は、ユネスコの世界遺産に登録されている。オロモーツは、モラビア地方中部の農業地帯に位置しており、モラバ川とビスとシセ川が、町の近くで合流する。約65キロ南西に、 ブルノが位置している。農業機械の製造、化学工業、繊維工業、食品工業が盛ん。トゥバルーシキと呼ばれる独特の匂いがあるチーズが名物として知られている。オロモーツは古代から花地方の商業の中心地となっていた。古代ローマの政治家、ガイウス・ユリウス・カイサルが町を建設した伝説が存在し、ローマ帝国の軍事拠点が置かれていたと、 考えられている。モラビア王国の時代には、オロモーツに城塞が建設された。プシセミスル家のボヘミア公ブラチスラフ2世は、プラハ司教の権力の抑制を図り、1063年にオロモーツに司教座を設置した。オロモーツ司教は、モラビア各地に拡挙する豪族のまとめ役となり、15世紀のフス戦争でも、指導的役割を果たした。 1187年から1641年までの間、オモロウツはモラビア辺境白領のととされる。1241年にモンゴル帝国がヨーロッパに侵入した際にオロモウツはモンゴル軍の包囲を受けた。シュテルンベルク港ヤロスラフに率いられたオロモウツの守備兵がモンゴル軍に損害を与えた記録が残されているが、これらの記録を史実。 あるいは伝説とみなすかで意見が分かれている。1253年にプシセミスル朝のボヘミア王オタカル2世の下で王国都市に昇格する。1306年に最後のプシセミスル朝のボヘミア王バーツラフ3世がこの町で暗殺された。1479年にオロモーツの和議が行われ、ハプスブルク家をオーストリアから追放する条約が結ばれている。 しかし17世紀前半の30年戦争の際にスウェーデンの攻撃を受け、1642年から1650年までオロモーツはスウェーデンの占領下に置かれる。1642年にモラビアの首都はブルノに移された。1777年に大司教座に昇格する。18世紀末のオロモーツはドイツ化が進み、 チェコ民族覚醒運動が高揚していたボヘミアとしばしば対立した。1848年のウィーン3月革命の際には当時の皇帝であったフェルディナント一世が反チェコ的な態度を示すオロモーツへと逃れたが、この地で退位を宣言した。1850年、この都市でオルミュッツ協定が成立し、 ちょうど主義に基づくドイツ統一を図るプロイセンをオーストリアが抑えた。その後、革命で解体していたドイツ連邦が再び成立した。旧市街の中心にはホルニー広場があり、オロモーツの生産味一体柱が建てられている。1716年から建設が始まったオロモーツの生産味一体柱は、およそ40年の歳月を経て完成し、現在は、 世界遺産に登録されている。広場にある三つの噴水の中で最も古いものは1688年に作られたヘラクレスの噴水である。セイバーツラフ大聖堂は1109年に建立されたロマネスク様式の礼拝堂だったが改築を経てネオゴシック様式の外装に作り替えられた。セイバーツラフ大聖堂の隣にはプシセミスル宮殿が建つ。プシセミスル宮殿は ヒロツカサ教区博物館として利用され、キリスト教を題材とするモラビアの芸術作品が展示されている。教区教会である聖母実教会は14世紀に本堂が建立された。あと、16世紀に2本の塔が増設された。1745年に作られた聖母実教会のパイプオルガンは、モラビア最大のもので135の音階と1400本のパイプを備えている。 オロモーツ市役所は1378年に完成した建物であるが、外観はルネサンス様式に改装されている。市役所の先頭の紙面には時計が取り付けられ、塔の基段にはカラクリ時計が設置されている。第二次世界大戦後の修復作業の際に、カラクリ時計に社会主義的な図柄が描かれ、ビロード革命の後に最初の図柄に戻すかという議論がされたが、 図柄は戻されなかった。16世紀後半年に大学が創設され、フランチシェク・パラツキーにちなんで、パラツキー大学と名付けられた。パラツキー大学は、プラハ大学に次いで、チェコにおいて、歴史のある大学である。他、大学図書館、博物館、博物図書館、研究所も設置されている。オロモーツでは、毎年花の博覧会が開かれており、 園芸都市としても知られている。1841年に、オロモーツに初めて鉄道が施設され、プラハ、ウィーンと接続される。オロモーツは、鉄道の重要な拠点となっており、プラハ、ブルノ、コシセ、クラックフなどの内外の都市と接続されている。鉄道のオロモーツ本駅と他の都市に向かう、長距離バスのターミナルは、旧市街からやや離れた場所に置かれている。 ありがとうございます。